皆様こんにちは。え本日はちょっとこんなオタクみたいな部屋から失礼いたします。ちょっとジョンさんが、えー、メインルームの大掃除をしておりましてお前は掃除しないのかって感じなんですけれども、えー、今日はですね明日のニューヨークコリンゴラジオの、えー、告知をさせていただこうと思って。 えー、動画配信しております、えー。明日のニューヨーク時間9時半、朝の9時半にしようかと思います。そうすると、日本では夜の10時半。えー、西海岸の方は申し訳ない。早いんですけれども、朝の6時半。えー、ね、ヨーロッパの方たちは午後2時半とか3時半とかかなになります。というのは、私、もう、 アラスカ旅行に行にっっってきててき週間が経ってしまったんですねアラスカからニューヨークに帰ってきてもう1週間です。はいはい。ということでアラスカの、えー、お土産話ということで、えー、それとですね先,先週かなアラスカのお土産プレゼントの応募募集をしたんですけれども意外に。 あのお土産を欲しいという希望の方がいらっしゃったのでそちらのプレゼント当選のお知らせもさせていただこうかなと思っております。であの基本的にはですねアラスカどんななんんななところやねんっていうあの一応ねアラスカに行く前にアメリカ在住39年になる。 はい白熊ツアーズのマサさんにインタビューを伺ってアラスカってどんなところなのか伺ってるので実際住んでる人の,あのお話を聞きたい方は是非それで私明日の放送はですね実際初めてアラスカに行った観光客目線で アラスカってどうよを語ってみたいと思います。ということで明日はアラスカ旅行のお土産話と実際にアラスカで買ってきたアラスカお土産の当選者発表をしたいと思います。えー、意外にね住民の方では気がつかないようなポイントとか感じてきましたのであのぜひぜひお 楽ししみにしていていただければなと思いますそれとですねあのアラスカ土産プレゼントに応募しなかったよっていう方はですね明日のライブ配信を見ていただけたら、えー、応募してなかったんだけれども敗者復活戦みたいな感じでそのライブ配信を見てくださった方にも何かあのプレゼントができればいいなと。 で、聞いてくださった方は、見上げ話を聞いていただければと思いまして、ぜひ、明日のニューヨークコリンゴラジオ、えー、聞いていただけたらと思います。もう第226回目になりますので、よろしくお願いいたします。それでは、明日お会いいたしましょう。<music>